滅びの国の征服者魔王は世界を征服するようです。星さん。クズニートだった主人公は人助けしたことに満足しデスルーラをする。転生した先の辺境貴族の家に生まれ変わった主人公が両親に愛情を感じ、自分の部族を現代知識と政治力で発展させるシナリオ。戦国時代における政治がテーマであり、竹中半兵衛みたいな策略家である主人公が将来の敵対勢力になりうる小物を政略で消したりして民を発展させるという部分が非常に上手に描かれてます。また、転生先の世界観や空気感の作画が文芸上手であり、作画担当の漫画家の画力の高さはプラネテス並みです。漫画としては、お前頭の中にウィキペディアでも入っているのかよ？といった主人公が現代知識を活かして感染症を解決したり、策略を駆使して内政するだけの話で魔王要素はほとんど全くなく、設定を丁寧に表現するのでややテキストヘビーな部分はありますが、やっていることは内政をして自分の領地を拡大するみたいなビルダー漫画。ここから考察。タイトルから察するにこの後テイルズ・オブ・ファンタジアの一番初めのネタが入って、それに激おこぷんぷん丸した主人公が魔王ロールをするのかとか、そんな感じなのかなと予測するが、少なくとも単行本2巻まではそのような予兆はない。濃厚な歴史超大作を読みたい人族ならハマる。